このいろんな放射線の測定ってタイトルは私がつけたんじゃなくて、伊藤先生が付けたものだと思いますが、こんなタイトルで、今日はお話をさせていただきます。で、今ご紹介ありましたように、私本職はジュネーブのセルン研究所というところでアンビストを取り上げてますが、2011年の3月以前には放射線防護、それからリスクコミュニケーションという経験は全くありませんでした。しかし、その後さまざまなことがありまして、給食の検査を始めたり、それからホールボディカウンターによる内部管理の検査をやって、これ報道されましたし、論文も書き、それからアンスケア、国連の管理委員会の報告書にも、掲載をされました。それから小さなお子さんを抱えるためのベビースキャンという内部管理の検査組織を、作って、から、がん検査に関しては、後でいくつか発表がありますが、小さな時に。時線量計を使ったさまざまな取り組みをやってまいりました。でそもそもなんでこんなことをやってるかっていう最初のきっかけはツイッターでありまして、今でも私ツイートを毎日してるんですけれども、去年アメリカのサイエンスマガジンという有名な雑誌があるんですが、そこのブログ、ウェブサイトにですね、世界で、100人、全ての科学の分野で、こう含めてですね、トップ100サイエンストのサイエンストのピーターというこういう記事が出まして、私は実は22番目だと思います。世界全体、そういう一冊がありました。で、もちろんそのツイッターでつながる人っていうのはものすごく社会の中で限られた偏った方でありまして、そうでない方の中にも、この福島の状況を知っていただきたいということもありまして、知ろうとすることという本を今日持ってきておりますけれども、出しましたところ、去年の10月以来から今10万部を超えて、皆さんに読んでいただいています。5月からは Kindle 版も出るようになりました。さて、今日は11回目のダイアログ、で測定し生活を取り戻すという、タイトルがついています。私最初のスピーカーですので、ちょっとこの意味についてお話をしてみたいと思います。で、事故の影響を受けた地域で、そもそも何をどのように測定することが重要なのか、で測るっていうのは一体何のために測るのかということです。で、それの、指針、ガイドラインを与えてくれているものの一つが、実はこれですね、ICRP の111。原子力事故または、放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する人々の防護に対する認可勧告の適用という、とてつもなく長い日本語のタイトルがついていますが、実はこの文書は、2011年の4月の4日にあそこにおられるクレメントです。クレメントさんのサインがありますけれども、無料で英語版が、公開をされました。でそこにはその日本の方々に向けてというメッセージが添えられています。私はこれを実は知ったのは、東大の中川圭一先生から教わりまして、これについて4月の16日にこれについてツイートをしていたということをさっき知りました。で、ここに明日読もうって書いてあったので、その明日ですから4月の17日に私これ読みました。で、何が書いてあるか、これ英語版で、で日本語訳を見てみます。で和訳が公開されたのは翌年2012年の5月なんですが、そこにはまず、事故後の復旧状況を原寸被爆状況という、耳慣れない言葉が出てきました。それからその後に個人占領という、キーワードが出てくるんですね。こういうで実は読むとはっきり言ってとてもじゃないけど読み通すのは難しいという文章であります。読みにくいと思います。でこの状況を、かなりその改善をするというのはこの青い鳥がもたらしました。青い鳥見てお分かりと思いますが、これは実はツイッターのロゴでありまして、そのツイッターが媒介をしてこのブレイクスルーがもたらされたのが2012年の春、2月から3月のことであります。このダイアログにも参加されたことがある写真家の、高井さん、それから、ピンクのお花のミステリアスなルベリさん、この2人、それから多くの方々がツイッター上でこれを読み解く会というのをやりました。ほとんどの方は面識のない方
方同士がツイッターの上でこの大学の、ICRP111 についてあの、提供会をし、でそれを多くの方々の有志の力で、ウェブ上であの公開 無料のダウンロードロード可能な公開をされた本というのを、この左が ICRP111 から考えたことという本です。公開されたのが2012年の3月の末で、実はこれは、公式の日本語訳があの公開される2ヶ月前のことでありました。そして事故から4年を迎えるあの今年の3月にもう一つのその ICRP111 についての解説書があの出ました。今日持ってきてます、これです。であの語り合うための ICRP111、 こちらは実は無料ではないんですが、あの今日はあの会場においての方にあのお配りをしたいと思います。報道関係者、それから行政の方々、教育関係者を優先したいと思いますが、あの今日40分ぐらい持ってきております。岩先生、それから甲斐先生、そして早野、それから、まだお見えになってませんが宮崎さん、それから坂田さん、あの著者の方々、本間先生ですね、多くの会場におられます。というわけで、その ICRP の111のキーワードに関して個人戦力というのが出てくるので、今日はいろいろなというタイトルではありますが、個人戦力の測定の話をしたいと思います。でそもそもなぜ個人戦力を測るのか、でそれはまずはその個人の、内部と外部の戦力、それも瞬間戦力ではなくて積算した戦力、それがまあリスクに比例すると考えられるからです。でそれがかつ測っていると個人ごとに違う、まあ、あんな分布をしていてですね、同じ地域あるいは場合によっては同じ家庭の中でも、線量は違います。でこんな場合にテールがあってですね、同じ、分布の中、人の中、地域の中でも比較的線量の高い方があるというような状況があります。でそして明日宮崎先生がこの測定をすることによって自由を取り戻すという話をされますけれども、その測定、個人線量を測ることとそれから自由を取り戻すということの間に密接な関係があるか、というわけでその個人線量を測ることは非常に重要です。でまず内部比較を測るということですね、その話をします。で、今の状況では内部比較というのは出品を通じてしか起きません。ですのであの、まあ、あの航空さんなどがなさったその加減線検査のようなこと、それによってどのくらい食べてるかという出品が一つの重要な想定です。そしてこれがもし本当に汚染されていると体内に、まあ、セシウムがだんだん蓄積をされてきて、そしてそれが崩壊してガンマ線を出すようになる、そのガンマ線を外で捉える、これがホールボディカウンターです。1日に大人の場合であれば300g ぐらい毎日コンスタントに食べ続けると、まあ、ホールボディカウンターで内部比較が分かるようになります。で、加減線検査はたまたまその日食べたかどうかが分かるんですが、ホールボディカウンターの検査というのは過去、まあ、3ヶ月、4ヶ月ぐらいの間にどんな食事をしてきたかということを反映をした測定になります。で、その摂取は体にとどまり続けるわけではなくて、まあ、おしっこから排泄をされます。で長期に食べ続けて、もし食べる量と体から出る量が釣り合ってくると、そうした場合は、まあ、あの食べ物を測るのとおしっこを測るのとは大体交換結果を与えるコツです。私が自身が関与したもので一番最初の測定というのは2011年の7月南相馬に一番最初のホールボディカウンターが来た、そのデータ、南相馬の一番山並みに近いところの住民約600人を2011年の7月に、あまり出来の良くないホールボディカウンターで測ったデータということを、まあ、あの測定をして、それを最近あのちゃんと解析ができるようになりました。で測ってみた結果はですね、実はその時の初期吸入、主に初期吸入の起爆の線量というのは、このグラフ一番右側が 0.4 なんですけれども、1ミリシーベルトよりはるかに低いということが分かりました。で、あれ高くないなということを、まあ、あの思ったわけです。でこれはあの政府があの飯舘や浪江の方々をあの千葉にバスで連れて行って測っていたと、まあ、同じ時期の測定なんです。で実はかなり面白いというか興味深いのはですね、この時期あのこの病院のスタッフ
は実はホールボディカウンターで何回も自分たちは測っているんですね。でこれがそのデータで事故から100日目から300日目まで自分の体を何回も測り続けた結果です。で黒のとてつもなくこうばらついているのが最初に南相馬に来た椅子型のあんまりよろしくないホールボディカウンター、その後赤で割とピシッとしているのが、これがその後9月に導入されたファーストスキャンで取ったデータ、同じ人を測ったデータですが、見てお分かりのようにこれ右下がりであって右回りではない。右下がりっていうのはこれは初期のおそらくは吸入による被曝があって、それが、生物学的半減期で減っている様子が見えている。で何を言いたいかっていうと、この時期に南相馬で汚染された食品が出回っていなかった量であるということが分かるわけです。もし食べていればこれは右上がりに、1日に多分5ベクレルぐらい食べている、食べ続けているとするとですね、目立って右上がりになったはずです。でその他にも病院では27人測定を、それほど頻度は高くないんですけど27人測定をしてまして、右上がりになっている人は1人もおられませんでした。これが2011年の南相馬の状況です。で南相馬だけかっていうとですね、2011年にでこれはずっとまだその1キロ500ベクレルの状態全て。それから南相馬ではだけではなくて、今度は中通り2011年の10月から、平田中央病院で、測定を始めました。でこの期間大体5月ぐらいまでの間に1万5000人ぐらいかかって、それで体の中に他の人よりもセシウムがたくさんあった方にはもう1回来てくださいということをお願いしたところ163人来てくださいました。でそれの1回目の測定と2回目の測定を線で結んであるんですけれども、ご覧の通り増えてる方1人もないんです。みんな減ってるんです。でこれも、あそこ、2012年の3月の末までは500ベクレル、暫定規制値が500ベクレルの時代だったんですが、その時代にその頃に中通りで実は汚染された食品で内部被曝が増え続けていた方はおられないということを我々は当時から知っていました。で、その後、2012年になって、今度は初期被曝の影響がなくなった時期、この時に平田中央病院で、2万人以上測ったデータ、で 99% が検出限界未満でした。で、これはセシウムが体重 1kg あたり何ベクレルあるかっていうのを横軸に取っていて、それで検出された残りの 1% だけの分布を示しているんですが、1ミリシーベルト、年間1ミリシーベルトに相当するのはこのグラフの28ぐらいです。超えた方は1人もおられませんでした。で、このピークのこの辺りが大体1キログラムあたり10ベクレルぐらいで、これは1964年の日本人の成人男性の体内にあったセシウム量、つまり核実験の影響ですね。それとほぼ同じです。ですので 99% の福島の方々は1964年の日本人よりも体内のセシウム量が低いということが2012年にすでに分かっていました。もちろん、ちょっとこの長い経路の端っこがあって、これらはお一人一人何を食べていたからこうなったかということがよく分かっている方です。大体はその家にずっとあった美味しい椎茸、乾燥椎茸などを食べておられた方です。というわけで初期被曝も含めてですね、実はセシウムの摂取が非常に少ないということが、我々のだけではなくて多数の測定によって分かってきています。しかし、多くの方々、特にお母さんの不安が大きくてですね、そうは言ってもやっぱりちゃんと測ってくださいという声がたくさんあります。そういうことで2013年にデビスカムというのを、作りました。こんな装置です。でこれは新生児から、身長130センチぐらいまでを測定できるこんな装置で、ベッドの上に寝て測る、4分間寝ていただくんですけれども、そうすると、全身で50ベクレル未満、体重1キログラムあたりにすると3ベクレル未満の検出結果の装置です。こんなことで測定を、淡々と今でも続けています。で、この測定をやって良かったなと思
通った一つの結果がこれで、ミハルというところはですね、非常に特別なところで、2011年の、10月からですね、実は町内の小中学生全員、約1500人の内部基盤検査を始めました。2012年の秋にもやりました。13年の秋にもやりました。そして14年の秋にもやって、2014年の秋はベビースキャンがありましたので、身長130センチ以下のお子さんはベビースキャンを使って測ってました。で、1500人ぐらい測って、全員測って1人も、セシウムが検出されていません。で、保護者の方々にお宅ではどういう、左から水です、どういう水飲んでますか、からどういうお米食べてますか、どういう野菜食べてますかということを伺っています。で、8割のご家庭で普通に水道水あるいは井戸水を飲んでます。それから8割のご家庭で地元の米ないしは自分の家の米、それからスーパーで、福島のお米を含めて普通に買って食べてます。野菜も同様です。2割ぐらいの方がですね、今でも心配をしてペットボトルを買い、そして福島県産を買わないという方が2割弱、おられる、こういうところです。ですので、こういう具合に割と普通の生活をして、地元のものを食べているご家庭でも内部基盤は現在ないということが分かっているんですが、しかし測定データを出すだけではなくて、やはりこれは南相馬の鶴岡先生ですが、せっかくその心配してベビースキャンに来てくださるご家族で来てくださるわけですので、そこでその場で20分ぐらいかけて、場合によって1時間ぐらいかけて結果を測定をして、で、その何をその話すのか、このこういう場で一体何を話すのかということについて、おそらく明日宮崎先生がまたお話をしてくださると思いますので、それは宮崎先生のお話に譲りたいと思います。このコミュニケーション非常に大事。さて、外部基盤についてはこの後また内藤さんのお話などありますので、端折りたいと思うのですが、今日午後にそこにおられる高校生、福島高校の高校生による画期的な発表があります。で、私は前座と、高校生の前座を私が務めさせています。で、高校生の方々とやっている測定、この D シャトルというこれを使って、実は日本、それからフランス、ポーランド、そしてベラルーシ、4カ国の高校生216人がですね、2週間の、測定、自分たちの生活記録をつけながら2週間測定をするということを去年やりました。福島県内からは6校、それから福島県外、日本の各地から6校、からあとフランス、ポーランド、ベラルーシ、こういうところの生徒さんです。で、それを測った結果ですね、実はこれ、このおのおのの箱の中に、そこの生徒さんの 75% が入るような分布を示しているんですが、左から福島県外、それから福島県内、そしてヨーロッパ、ご覧で、て縦軸はですね、実は、自然放射能を含む、の費用を含む、外部被曝線です。福島で報じられているような追加被曝ではなくて、その元々ある自然界にある放射能を含む、被曝線というんですが、それを、こうやって見ると、ご覧のように、大体は1ミリシーベルトに収まるくらい、年間に1ミリシーベルトに収まるくらいの範囲で、そして、福島県内も県外も、それからヨーロッパも、あんまり大きな違いはない。で、特に一番高かったのは、実は今回の測定ではフランスのポルシカ島ですが、ポルシカ島で右から3つ目の箱なんですけれども、それが実は一番高かった。福島よりも高かった。こういうデータを載せするとですね、福島は明らかにセシウムの費用があるのに、なんでこんななんだ、なんでこんな低いんだ、なんか間違ったことやってるんじゃないかと思われるかもしれませんが、理由はよく分かっています。で、ここでお見せするこの色のついた棒グラフ。これはその地域の地面に含まれているウラン、トリウム、それからカリウム40、自然放射線を含む物質、それが各地域の地面にどれだけ含まれているかというデータが公開をされているので、それから計算をされたその学校付近の、空間性能です。縦軸は、一番高いところが150 0.15 マイクロシーベルトぐらいですね。
で、一番高いのは、これは日本国内だけを見ていて、一番高いのが多治見とエナということになっています。右側の6つが福島県内です。で、今度その箱で示してあるのが、そこの学校の生徒さんたちの個人占領の分布です。で、見てお分かりの通り、日本全国で実はほとんど変わりないんだけど、内訳を見ると違っていて、福島は実はもともとその空間占領、自然放射能による空間占領が低かったんです。で、そこにセシウムの上乗せ分があるんだけれども、幸いのことにというか、それを足した結果がですね、実はその全国とほとんど変わらない結果になっているということが、まあ、分かってきました。で、これについて詳しく午後に福島高校の生徒さんから発表があると思いますが、この結果についてですね、実は我々論文を書いています。論文の最初のページを見せします。これ論文の最初のページに論文の著者名がずらーっと並んでるんですけど、ちょっともう一回見せます。こうです。これはその216人 の、 全国のそれから世界の高校生の名前が全部載っているこういう論文を今書いていましてですね。で、それを高校生たちが自分たちで調べて、そして測って、それを比較をして、そして納得をして、そしてそれを自分の周りに、それから自分の家族に、そして世界にこうやって伝える、非常に素晴らしいと思います。私が以上です。